頭でこう投げるっていうことは多分誰でもできると思うんだけど、それができないのが野球だしスポーツだと思うから、こっちから投げるからといってこういうイメージで投げちゃいけないよ。こういうイメージで投げなきゃダメよ。ラインの角度は。皆さんこんにちは。いつもコントロールチャンネルをご視聴していただきありがとうございます。今日は岡山県に来ました。もう多分きっと映ってると思うんですけど、緑しかありません。標高何メートルかわからないんですけど、山の上にねグラウンドがある、昭和コーポレーション、公式野球部に来ました、少しピッチャーを教えてほしいということなので、投手をね教えに行きたいと思います。その前に挨拶行きたいなと思います。あ、すいません、失礼します。はじめまして。亀澤監督と杉山選手とドラゴンズで、4年間かな、はい、一緒にプレーしていた吉見と申します。僕が学んできたことっていうものを、伝えられたらいいなと思うので、遠慮なく質問してください。やっぱり野球をしていたからね、こうやって亀澤監督だったり杉山、選手と出会えて今日ここに来れてるので、やっぱりこういう縁っていうものを大事にして、野球やるからには上手になりたい、勝ちたい、っていう気持ちはきっとあると思うので、少しでもねこう皆さんのスキルというか技術がアップできるように、限られた時間ですけどもねサポートしていきたいと思うので、今日一日楽しみながらよろしくお願いします。お願いします。ずっとキャッチャー見とかなんかいい。やっぱり振るとブレるから絶対体って、はい、感覚があればいいけどガッて振ると絶対ブレるから、はい、キャッチャーなるべく見とかないと、はい、そう、それぐらい見とかないと、ずっとやっぱ振る分だけ絶対結局頭とリリースの位置を一緒にしとかなくちゃいけない。ずっとそのやっぱ俺はずっと同じ投げ方しなくちゃいけない。でもこうやって振ったりするとずれるから、そう振るというかコードがなんかこうやって投げてるように見えるから、はい、立ってみて、それが自分の形、はい、立って、これちょっと俺がやったことなんだけど、これがやっぱ開くと上って開くと思うんだよ。変な話こんなピッチャーいないでしょ。やっぱここが開くと上って一緒に開くでしょ。一緒に開いてるように見えるから、はい、ここでずっとキャッチャー見といてあげな。この辺に目があると思う。そう。ってことは立った時はもうこれじゃダメだよ。こうだよ。そう。立った時に見てる？見てる？見た？そこだよ。まだ早いわ。でも行ってから変なもう大げさにするとこうやってこうやってもうこんな大げさにするとだよ、はい、もっとゆっくり行ってもいいんじゃないかなと。で見る、はい、子供が横向いて投げに、はい、こうやってこないといいんだな。今のは見てないわ全然。ストライクを投げましょうってなったら難しくなるかもしれないけど、まずはやっぱり大体あっちに行くように、間違ってもそれを続けないように、ああいうボールが行くことあったとしてもいきなり良くないことはないと思うから、その確率を減らしていかないと。でストライクを取れるでコース狙えるとなっていくから、やっぱりまずはミスってもミスることはあってもいいと思うんだけども、それが続かないようにしないと。
そこはやっぱり自分でもう投げて意識つけ、覚えるしかないから、こんなのもう頭でこう投げるっていうことは多分誰でもできると思うんだけど、それができないのが野球だしスポーツだと思うから、だからキャッチボールだよね。でずっとこのままでやったよね確か。いいかもしれないけども、その中でもやっぱりその自分の中で俺はここじゃないかなと、これがやっぱ早いっていうか、そうそう、でもう開いちゃってるから、全部開いてるからなんか振ってるように見えるというか、そこの時間も大事だけども、そこをずっと見といてあげるっていうのをちょっと意識して、そう、今はまだあれでもいいやぐらいでいいと思う、はい、あれが抜けたとかになるとまたおかしくなってくるから、とりあえずはこういうボールは続けないことをまずやっていって、はい、体で覚えよう、なんでこれは足上げないの最後まで、こうやって右でやるとこう、なんか理由あるの、足を上げるとタイミングが合わなくて、合わないっていうか、足をこうあまり上げないで、ここがタイミングが合う、リズムが合う、バラつかないと抜けたりとかしないんで、じゃあクイックの方がタイミング合わしやすい、なるほど、キャッチャー今は、右の打ちなのか左のとかわかんないけど投げてるよね、どういうイメージ投げてる、そこに投げると思って投げてる、付近、あ、それでいいと思う、大体でいいと思う、あの辺に例えばこれめがけて投げました、ね、でこれが正これも正解、これも正解、これも正解、これも正解ぐらいでもいいと、やっぱりちょっと大きく見てあげた方がいいんじゃないかなと思うね、それでいいと思う、だから例えば杉山が構えて構えました、顔ぐらいに行ってもダメだって思わない方がいいと思う、はい、あの辺でもいいやぐらい、はい、こういうブルペンでもやっぱりブルペンって気持ちよく投げれるじゃん、こう自分のリズムでこうやって、例えば1、2の3、こういう時にやっぱり今クックやってるんでしょ、一塁でしょ、だったらいろんな間合いで投げることはやっぱこういうところでやっとかないといけないと思う、今ずっと見てたらプッブッはいって感じだったから、はい、そのパターンはやっぱ自分でここでやっとかない、いきなりあっちでやろうと思ったら無理だと思うから、こういうところでやっぱりいろんなパターンはやっといた方がいいと思う、一回さ、はい、こっちから、はい、これだけさ、ここでしょ、ここでしょ、出ちゃってるでしょ、こっちから来た、こっち来たわかるけど、来てここと、はい、ここ出ちゃってるでしょ、で、これがこの辺だったら何も言わないけど、やっぱ出ちゃってるってことは多分相当負担かかってるはずだから、だったらもうこれはこのね足の出し方をいきなりもうちょっとアウトステップにしようねって言ったら無理だと思う、そんなの、だから景色変えてあげて、ちょっとまあこの辺から投げてずっとこのね一回こっちにしてみて、そのボールの角度とかバッターの見え方って変わるかもしれないけど、そこで投げやすくなるんだったらそっちでもいいんじゃないかなと。こっちから投げるにしてもイメージはこういうイメージじゃない、こういうイメージだよ、はい、で結局角度ある方が絶対いいんだから、はい、角度なくなってしまう、こっちに来たら、はい、もうそれは仕方がない、こっちに来てるから、はい、かといってこっちから投げるからといってこういうイメージ投げちゃいけないよ、はい、こういうイメージ投げなきゃいけないよ、ね、
ラインの角度はね。今のまだいい。まっすぐ行きます。今のがなんでダメかなって自分でわかる。うん、やっぱこうなるよね。はい、それはやっぱ修正しないと、そこで分かってるんだったら。はい、一回さ試してさ、まっすぐさ、はい、こんなこと絶対ないんだけど、今までこうやって投げてるでしょ。右足、あ、左足ついて投げるじゃん普通は、はい、ついてちょっと時間使って投げてくれる、意味わかる、バンって投げたのわかる、はい、ぐらい時間作ってほしいんだよね、どっかで。ちょっとブルペンやることじゃないんだけど、これは、ありがとう、いいよ。あるか。いかがでした。やっぱりね、まあ、レベルの高い話になるかもしれないんですけど、やっぱストライクが取れないと、やっぱ使う側も使いにくいなっていうのがあるので、まずやっぱストライクを取れる、そこ大事なんだなと思いました。その中でもいろんな横投げの子だったりね、左の左右の横投げだったり、まあ、上から投げる子がいる中で、そのどうしてもプロと比較するとやっぱそれは落ちるのは仕方ないと思うんですけど、ハマった時のボールってものはいいなって思うこともあったので、やっぱり確率上げていく、彼らにも話したんですけど、やっぱキャッチボールが大事だよって、これはもうどのカテゴリーでも必ず言うんですけども、やはり目的を持って意識を持ってやっていければ確率上がっていくと思うんで、監督もね今日道中で再現性って言ってましたけど、再現性がちょっとないかなっていうのは正直感じたので、そこを上げていってほしいかなと思いました。伸びしろ的には全然あるんじゃないですか。これはもう本当に一つ型がはまれば、自分周りがねああだこうだ言って良くなる人もいますけど、自分であこれかなっていう感覚が見つかった人っていうものは一気に伸びる可能性があるので、自分で探して、まあ、今日何人かにはああだこうだ言いましたけども、全てがはまるわけではないと思いますし、自分の中でこう整理して、きっかけになってくれたらいいかなと思います。